今日のこの気持ちを忘れずに、燕市の発展のために郷土愛を持って、日本一輝いている街を築けるように全力を尽くす覚悟であります。先輩方の教えのもと、いち早く仕事を覚え、燕市に貢献できるよう精進してまいります。生活かなと、こういうふうに思っています。それをぜひですね、ある意味誇りと言いましょうか、に思ってですね、取り組んでもらいたいなというふうに思っています。だからこそ、君たちのようなですね、新人が来て、というふうに思っています。先日のガイダンスでもいろいろ申し上げましたが、まあ、その辺をしっかり踏まえて、今この場から取り組もうという、精神、どういう心構えで仕事に進んでいったらいいか、しっかり、考えるのそうです。そうで、北川